こんにちは、たまたまこです。 FF9 続きやっていきます。前回氷の洞窟にやってきまして、ここから霧の上を目指すっていう感じになったと思うんですけれども、いやー、石化してしまったブランクを置いてきてしまってるわけですから、しっかりとね、石化を解く方法も持ち帰りたいところですけど、まあ、進んでいきましょうか。めっちゃ寒そう。ライトイヤービビ、何やってんだ、早くしないと置いてくぞ。うん、ビビが一番あったかそうな服着てるな。ちょいビビ、ああ、ビビ殿、大丈夫でありますか。なんでやねん、なんでや。いや、もう相当寒いんだね。いや、ガーネット姫寒そう、てかジタンが一番寒そうだな。おっさん大丈夫じゃないな。二人とも何やってんだよ。助けてあげよう。おっさん寝てる場合じゃねえだろ。蹴った、雑だな。おっさん大丈夫か。ガーネット、ガーネットが、ガーネットも、いや、ジタンは強いな。氷好きになっちゃったってこと？ガーネット、こっちもダメか。ちくしょう、俺まで眠くなってきちまった。全滅、どうすんの？モーグリ、さっきまでいたモーグリ、助けに来て。チリリンって言ったね。なんだ今の音は。何？でも復活したぞ、時短が。こっちか、何かあるな。何、大丈夫？走れなくなってる、寒すぎて。ちょっとみんなの様子、でも下降りられないや。一人になっておる、ちょっと心配。何があるの？ここから降りられるのか。降りられる。一応様子見とこう。でも見れない。起きろ起きろ、お前ら死ぬぞ。で、奥にはいけないと。一人で向かうの？この吹雪の中、チロリンっていう音に向かって。いや、寒そう。死んでなかったか。誰？なんかビビに似てない？ビビと同じ帽子かぶってる気がする。てか、なんかキングダムハーツのハートレスみたい。死んでなかったか。黒のワルツ1号、そのまま眠っていれば苦しまずに済んだものを。この吹雪を起こしてるのはお前なんだな。そうなの？意外とでかい。なんかさっきチリリンって聞こえたのはその鈴？ドラえもんの首にはまってそうな鈴ですけど。そういうことだ。何それ。戦うんだね。まあそろそろなんかでかい魔物やってくるんじゃないかなとは思ってたけれども、一人でやんの？ジタンそんな強い技ないし、魔法も使えないから。氷の巨人シリオン、見れよ。絶対勝てないじゃん絶対勝てないじゃん。行けシリオン。なんで手名付けてんの？その鈴かい？ウィング。意外と食らわない、そんなに。回復しといてよかった。盗ませていただこう、シリオンから。まずミスリル、なんだい、ファイヤー。お前も戦うの？意外と耐性ある、時間。魔法耐性あるぞ。ウィングもやってくるよね。でも黒のワルツ1号からも盗ませていただく。万能や。いいよ。これちょっとさ、トランス状態とかにならないと厳しくない？でも、あと半分ぐらいでトランス状態になれるな。見破る、ちょっとやってみようか、シリオン。
初めて見破る使う。どう？こんな感じ？炎が効きそうな感じはするけど。お、エーテルを持ってる。あ、そんなんわかるんだ。てか、え、それだけ？それだけなの？弱点とかさ、HP とかわからないの？え、あ、ブリザード来た。じゃあちょっとエーテルちょうだい。効率検されちまった。これなんでやねん。なんでやねん。いや、そろそろちょっと攻撃していきたいところだけど。いや、でもちょっとエーテル盗ませていただきたいよね。あ、ミスはナイス。あ、よしよしよし、盗んだぞ。ここから作戦としてはこのファイヤーと次のウィングぐらいで、あれなんじゃない、トランスモードになれるんじゃないかな。あ、そっか、こいつからは盗めないか、まだで、次で回復しようと思ってます。ファイヤー来た。はい、ポーション使います。攻撃待って。よし、トランス来た。いやー、いいタイミングで来てくれた。ちょっと待ってね、ポーションさせて、まず先にポーションさせて。やばい、大丈夫か。さっき30ぐらいだったよな。よかった。危ない危ない危ない、ギリギリのギリ。ポーションで回復。よし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 、これで、あ、待って、ちょっと待って、こっち攻撃させて。トランスモードってなんか時間制限があるらしくて。そう、あ、なんか知らないやつある。タイダルフレーム知らない。これ使ってみるか。あ、2人に攻撃できるんだ。いけ、タイダルフレーム初めて使う。これ結構強いんじゃない。うわ、え、強っ。え、やばい、黒のなんだっけ、あいつ黒のワルツから何も盗んでない。津波は死んじゃうんじゃない。ちょっと待ってくれ。え、やばい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 、ポーション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 。あ、待ってくれ待ってくれ、頼む、やめてくれ、やめて。ポーションポーション、危ない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 、津波やめて、マジで怖っ。あ、待って、トランスモード終わっちゃう。終わったか、これもしかして。もう一回ぐらい攻撃しときたかった。ブリザード、ちょっともう一回ポーション使って最大まで回復しとこうか。一応津波やられたら困るしね。いや、もう一回攻撃したかったな。くそー。まあまあまあ、ここからはちょっと通常攻撃入れてく感じになるのかな。うん、トランスになるまではまだまだだもんね。戦うか。物理攻撃どう？あ、でも倒せた？あ、倒せた！よし！やったね、ジタン！ HP2 まで削られたけど、なんとか！いや、え、経験値くれよ。なんで？ねえ。一人で頑張ったじゃん、今。ちょっと。意外とボス戦ってもらえないんだね。一人目は倒したようでごじゃるが、他の二人が姫を奪い返すでおじゃる。あれ？このごじゃるおじゃるって、あいつらじゃない？ブラネ女王の側近のソーンとゾーンじゃない？一人目？え、黒のワルツ。あれかな？なんか赤のワルツとか、モノのワルツとか出てくんのかな？はーい。誰だ？あ、ここにいるのね。まあいいか、いいんだ。それよりもあいつら死んでないだろうな。え、これガーネット姫また連れ去られちゃってたりする。あ、やっぱりソーンゾーンだ。あ、いるいる、よかった。あ、そっか、今の敵を倒したことで寒さが和らいだってことか。あ、ジタン、いや、死んでなくてよかったよ、みんな。いやあ、皆さん、無事だったかい？王子ムーブやめろ。おい、貴様、一体何が起こったのだ？いや、大したことなかったよ。いやいやいや、
瀕死でしたけど。貴様、何か隠してるだろう。何もなかったって言ってるだろう。貴様、ひょっとして姫様に何かしたのではあるまいな。おいおいおっさん、勘弁してくれよ。いや、何もしてないですよ。ライトイヤ、何もないと言ってるんです。ジタに失礼ではないかしら。く、わかりました。ビビのターンなし。まあ、皆さん無事で何よりです。先を急ぎましょうか。あ、行くのね。ジタン、どうかしましたか。考えている。いや、なんでもねえよ。ソーンとゾーンのことが気になってんのかな。まあ、あれか、ブラネ女王の命令でソーンとゾーンが黒のワルツとかを使ってジタンたちを阻んでくるというか、ガーネット姫をさらいに来るとか、そういう感じなのかな。ブラネ女王はガーネット姫をなんか利用したい感じだったもんね。ちょっとじゃあまた奥進んでみましょうか。あ、そうか、ここがさっき氷漬けになってたけど、あれは黒のワルツの仕業だったってことか。あ、これで霧の上に出られたってことか。お、出られるっぽい。洞窟から。あ、行けた。やっと霧の上に出られましたね。やっぱり青空の下が一番ですね。あ、よかった。お、あそこに村があるぜ。村？あ、行きたい行きたい。新しい場所。なんかあの村って前に見たことがあるような気が。え？ジタンはいろんなところに行ったことがあるんですね。私が知っている世界は全て書物の中のことばかりですわ。そっか、もうずっとお城に缶詰だったんだもんね。ジタンが知ってる村かもしれませんよ。とにかく行ってみましょう。いや、ジタン、まあ最初から主人公っぽいポジションではあるけど、こちらとしてはジタンの生い立ちとか全然わからないんだよな。おいおい、ちょっと待てよ。ガーネットはお姫様なんだぜ。それってどういうことかわかってんの。今だって追っ手が来てるかもしれないし、姫だってことがバレたらいろいろ面倒だぜ。あ、おっと、頭が回るな。おい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 、危なかった。貴様、何を言うか。姫様がコソコソする必要などない。いやいや、変装とかした方がいいでしょう。なんかローブみたいなフードかぶってたじゃん。フード付きのローブ、あれとか着た方がいいんじゃない。我々はすぐに城に戻るのだから、そんなことは関係ないだろう。いや、戻りたくないんだってよ。それに貴様のその態度は何だ。姫様に対して無礼であろう。その呼び方も改めるのだ。おっさん、うるせえよ。あんたには関係ねえだろ。だいたいあんた何様のつもりだ。偉そうにしやがって。二人ともやめてよ。二人ともやめなさい。ああ、止めてくれた。それからライトイヤ、私は城に戻るつもりはありません。でも確かにガーネットでは何かと不都合がありそうですね。ところでジタン、これはあれ、ところでになっちゃった。なんかコードネームみたいなの決める？ガーネットも。そういえばそうか、これまでジタンとビビとライトイヤーはプレイヤーにこう名前を決めてもらうっていう瞬間があったけど、ガーネットはガーネットのままだもんね。なんかそのうち偽名というか決めたりするのかな。え、ところでジタン、これは何というのですか。あ、あれ武器のこと。そいつかい。そいつはダガーって言うんだ。ダガーナイフとかよく言うよね。それくらいの長さの短い刀のことをみんなダガーって呼んでるんだ。それよりも長いののショートソード、両手持ちの大きい刀をブレード、ダガーより小さいのをナイフ、それからありがとうありがとう。あ、いや、よくわかりましたわ。あ、うなだれてしまった。これはダガーというのですね。姫様、小さくても武具、不用意に扱うと危険ですぞ。うん、決めました。これから私が名乗る名前は。あ、来た！いや、なんかこのダガーって名乗ろうとするってちょっと意外だね。小さくても
鋭い刃みたいな、そういう意味がガーネット的には刺さったのかな。なんか正直ガーネットでちょっと定着してたけど、でもまあガーネットが名前を変えたいというのであれば変えるか。そうだな。いやーガーネットセンスが悪い。ターマッコ姫になってしまいました。よろしくターマッコ。私はこれからターマッコと名乗ります。ジタン、これでどうかしら。絶対ガーネットの方がいいって。いや、あ、本当にそれでいいのかい。ちょっと待って、ちょっと待って、やっぱり違う名前にしますわ。気に入ってんじゃねえか。ではこれからターマッコと名乗ります。ジタン、これならどうかしら。本当にそれでいいのかい。めっちゃ確認してくれる。そんな名前でいいのかと。いいよ。よし、上等だぜターマッコ。いやいや、合ってないって。ガーネット姫の顔に合ってないって。あとはその喋り方だな。俺みたいにさ、砕けた感じになれば文句なしだ。お、どう？ええ、やってみる。ターマッコになっちゃったガーネット。いや、なんかちょっと背徳感あるなこれ。違う違う、そこはビビならなんて言うかな。え、うん、頑張るだな。うん、そうだね。う、うん、頑張る。あ、ターマッコがなんか姫様らしさを失おうとしている。その調子だぜターマッコ。いいの、ターマッコで本当に。ってことでそろそろ行くか。いやー、全員の名前を決めることになるんだね。いや、どうする、ライトイヤー、ライトイヤーもターマッコって呼ぶのかな。あ、これはそっか、氷のと、あ、なんかいろんなアーチがあるな、門が。え、しかもなんかめっちゃでかい門もある、あっち。ちょっと村に行く前にここ気になるので見てみましょう。はてな、お、また門だ。え、え、守衛さんいる？お、あ、万兵。なんだい？え、話したい。南ゲートはアレクサンドリアとリンドブルムの国境だけど、二つの意味を持つ国境だ。どういうこと？ここ南ゲートなんだね。リンドブルムの方が南にあるのか。なるほど。飛空艇は霧のあるところしか飛べないだろう。だからあんまり高くも飛べないんだな。飛空艇は霧のあるところしか飛べない。ほう。つまり、南ゲートは山を越える人にとっても、飛空艇にとっても、国境の役目を果たしているってことさ。徒歩でも、飛空艇でも、ここは通らなきゃいけないってことか？お前さん、飛空艇に乗ったことないのか？ちょっとよくわかんなかった。え、休めるの？休めるの？お、ベガの姉ちゃんは来るのに時間かかるぜ。誰？え、構わないって言ってみる？じゃ、待ってなー。なになに？え、待ってなーって言われたけど。あ、え、でももうなんか休める。休みたいがなくなった。通りたいわ。通るにはゲートパスが必要だぜ。持ってないなら通せないな。工事でも始まりゃ、人手を集めたりはするけど、今は特にないからまあ諦めること。あ、出た。え、バイトのマリー。こんにちは。アイテムやベガでバイトをしてるマリーです。うん、ベガがどうたらって言ってた。マリーさん。え、で、マリーさん話せる。お、バイトのマリー。ごめんなさい、お待たせしました。何にします？お、一休みもできるし、買い物もできる。あ、買い物したいかも。フェニックスの、あ、でもまあ7個あればいいか。え、一休みはちょっとさせて。いい、一休み100ギル。ちょっと待ってください。100ギルで一休みさせてくれるんだね。テントより全然お安いね。
なるほどね。休みたいを選ぶと、このベガっていうアイテム屋さんのバイトのマリーさんが来てくれるのか。へえ、あ、じゃあありがとうございます。まあ、この門をくぐるのは、おそらくさっきの村に行ってからになるのかな。じゃあちょっと村に向かってみましょうか。村、やってきました。なんかこれ何？これ何？なんかこういう世界遺産みたいなのあるよね。砂漠の中に現れた、なんか古代文字みたいな。じゃあちょっと村入ってみましょうか。小さい村みたいだけど、おっ、わー、風車だ。ビビ、宿屋はこっちだぜ。あ、休めるところもある。もう寝るの？僕、風車を見に行きたいな。あ、なんかビビがこれをしたいっていうのは珍しいね。気持ちはわかるけど、今は宿に入ろう。それに、今後のことも決めなきゃな。今後のこと、まあそっか、タンタラスと合流したいよね、時短的には。なんやかんやでここまで来たけど、お、誰？見た？見た！え、バレてる？ガーネット、今はターマッコって言うんだよ。ダサいでしょ。あ、モグリちゃん寝てるのか？宿屋かな。髪の毛かわいいな、親父。宿屋の親父、春。あー、こりゃどうもすみません。ん？え、もうガーネットにお気づき？ターマッコに。あ、親父さん、かわいいからって見とれられてもらっちゃ困るな。いえ、お嬢さんではなくて、あ、いやいや、部屋はその奥になり、え、誰？ビビかな。ビビのこと見てなんかあれしてたのかな。どうぞどうぞ。ジタン、私の泊まる部屋はどちらでしょうか？一緒だよ。ん？そこだよ、みんなで泊まるんだ。ジタン、私、男性の方との同室は。気持ちはわかるけど、こんな小さな村の宿に個室なんてないんだ。うむってなってるね。ライトいいよ。いや、いいじゃん、ベッドが分かれてるなら。ちゃんと4つある。寝る前に教えてほしいことがあるんだ。もう寝るんだ。城を出てどこに行くつもりだったんだい？お、あのまま劇場艇が飛べば今頃は隣の国のリンドブルムについてただろうけど。リンドブルムに行きたかったのか？アレクサンドリア王国を出るつもりだったのか？確かに劇場艇にうまく隠れりゃ国境の南ゲートも楽々通り越せたか。けどこうなった今は南ゲートは歩いて越えるしかない。さっきのところだよね、南ゲート。すごい近かったけど。国境越えか。なんかパスがないと越えられないって言ってたけど、どこかでくすねるのか。ジタン、聞いてください。どうしてもやらなければならないことがあるのです。あ、ターマッコにはそういう使命があるのね。理由はまだ言えないのですが、でもどうか。わかった、必ずリンドブルムまで送り届けるよ。ビビ眠そうだったね今。黙って聞いておれば、勝手なことを次から次へと。いや、これライトイヤー、それはもう姫様に対しても言ってるけど大丈夫？姫様、このようなものの言葉信用してはなりませんぞ。魔の森のようにいつまた危険にさらされるやもしれませぬ。何があったのかは存じませんが、自分と共に城へお戻りください。魔の森でターマックをすぐに助けなかったこと、全く俺らしくなかったぜ。だけど、もう迷わない。ターマッコは俺が連れて行く。思い上がりも甚だしい。や、ずっと喧嘩してんな、この二人。その役目もこのライトイヤーが、今も昔もこれからも。じゃあどうやって城に戻るつもりなんだ？
それはこれから考えて。まあちょっと八方塞がりなんだな。ビビ可愛い。マイペースだな。くーかー。ビビ殿。疲れてたからな。いやーこれ一日でいろいろあったわけだもんね。なのにおっさんがうだうだ言い出すから。何？俺たちも寝ようか。いやマジでブランクのことみんな忘れてない？ブランクのことが一番気がかりなんだけど、私的には。みんなはそうか。ブランク、お？優しい声だ。誰が歌って、誰の夢だ。あ、ジタンか。あ、え、みんないないよ。置いてかれた。え、聞いたことのない歌だったな。ねえ、歌声が少しだけ聞こえたけど。え、歌ってたのはターマッコ。もうターマッコで定着しちゃったの。いいのそれで。なんだみんな、もう来たのか。三人を呼びに行くか。いやちょっと朝ごはん食べ行こうよ。アクティブタイムイベント。あ、戸惑うビビから行きましょうか。あ、あ、風車見に行きたいって言ってたもんね。鼻垂れ小僧グド。ひどいな。いたたた、どうしたの。え、何？やっぱビビちょっと珍しいのかな。あれ、あの時、あの時、え、なんか隠れられちゃった。てんてんて、友達いないみたいな感じだったっけ。僕って避けられてるの？黒魔法が使えるから怖がられてるとかそういう感じか。てんてんてん、まあちょっと怪しいもんね、ビビ見た目。顔見えないし。カラー占いじゃないか。何年か前にリンドブルームでワッと流行ってあっという間に消えたやつだ。何それ。え、え、え、カラー占い。一回十ギル。え、占う占う。十ギルか。え、どう？キッチー。一番中途半端。繰り返す毎日の中にもほんのり嬉しい日があります。歩くとそよ風に吹かれ、食べるとおまけがつき、なくしたものの代わりが見つかり、新しい友人を得る。大げさに喜ぶことなく、今日も自然に過ごしましょう。めっちゃいいじゃん。めっちゃ良くない？食べるとおまけがつく、めっちゃいい。なくしたものの代わりが見つかる、めっちゃいい。新しい友人を得る、こんなん素敵じゃん。大吉じゃないのこれ。そんなあなたの今日のラッキーカラーはイエロー。うー、なんですかこれは。ラッキーカラーの石を買いませんか。すべてのカラーを揃えています。あ、リンドブルムは劇場外、エアキャブターミナルのすぐそば、時計が目印のラッキーカラー紹介へ。どこかで聞いたような場所だな。え、知らないよ私は。え、なんかそのラッキーカラーのものを集めるといいのかな。ポーション手に入れて、あ、ちょっと待って、もう一個奥に宝箱があった気がする。あった。ヘイ毒消し。あと、ここはダリイン文庫。100万ギル貯める方法、楽してお金持ち、儲かりまっか下巻、ご自由にどうぞ。なんかつまらない本しかないな。そうだね、小銭稼ぎが好きそうなやつの好きそうな本だね。で、ちょっとターマッコ頑張るのアクティブタイムイベント見てみようか。お、どうした、どこ。今頃城はどうなっているのかしら。あんな騒ぎになってしまって、あ、そっかそっか、先に起きて畑があるんだ。宝箱気になるな。お母様ったら、私を助けるためとはいえ、砲撃なんてやりすぎだわ。あ、ブラネ女王って本当のお母様なの？遺伝子、受け継いでるちゃんと。え、お父様の顔を見たいんだけど。民や貴族たちで怪我をした者もいるでしょうに、大きな被害でなければいいのだけど。いやー、たまこうだじゃないわ。たまこは優しい子だね。怪我では済まない人もいる。魔の森で、うい、畑のおばば。なんだいあんた、邪魔だからどいてくれ。どいてくれ。初めて聞く言葉なのかな。あ、申し訳ありま、いえ、
ごめんなさい。ああ、そうだね。庶民的な言葉遣いをするように心がけるんだもんね。まったく近頃の若いもんは。手伝いましょうか？その宝箱、いただきますね。何をなさっているのですか？畑仕事を見るのも初めて。見りゃわかるだろ。こうやって野菜につく虫を取ってんだよ。虫は殺すのですか？それがどうしたかね。虫だってモンスターと変わらないさね。油断してると大事な売り物が台無しにされちまう。売り物？そっか、ちょっと丁寧な言葉しか教わってなかったからね。ほらいた。あ、これブリムシじゃないの？まあ、ブリムシ。ブリムシは野菜を食べるのですね。虫平気なんだ、ターマッコ。平気なのかい？ブリムシを嫌がらないなんて変わってるね。そうなのですか？あまり見たことがなかったので。喋り方、態度は直した方が言われたから。あ、ここは嫌がった方が良いのかもしれないわ。1、2、3、キャー！いや、頑張って馴染もうとしてるんだな、一般的な生活に。まあ出るか、宿を。あ、おやすさんまた寝てる。お疲れですね。お、ここは？あ、朝食サービス。20ギルで美味しい朝食を。冷たい土水、新鮮目玉焼き、取れたての野菜、うまそう。美味しそうですよ。何ですか？あ、猫ちゃんだったのか。気づかなかった。モーグリは？あ、あ、待って、グーモじゃん。モグネットで手紙預かってますよ。モイスからの手紙？モイスは苦手クポ。でも読むクポ。苦手なんだ。なんや、羽の生えたやつが来よって思いっきり氷漬けにされてもうた。氷漬けにされてっとき、何の挨拶もせんとスティルツキンが通っていきよったで。あ、やっぱスティルツキン通ってったんだ。せやけど、俺も氷の中におったから返事はできんかったけどな。え？え？これをわざわざグーモに？やっぱり柄が悪いのクポ。でも、スティルツキンが旅を始めたクポ。スティルツキンからの手紙が楽しみだクポ。スティルツキンはみんなに愛されてるんだね。旅人なんだな。あ、で、手紙はもうないのか。手紙来ないかなって言ってるけど、一旦セーブしておきましょうか。セーブするクポ。よし、じゃあ旅館を出て街探し、街の中を歩こうと思ったけど、まずはアクティブタイムイベントだね。猫は見ていた。あ、かわいい。ハイエナ系の猫だね。なんだ？お前か。なあ、俺はどうすればいい？え？お？どういうこと？頭下げるのは嫌なんだ。でも、みんな稼いでるのに俺だけ稼がねえなんてよ。え、どういうこと？そうだ、あの客が連れていた。え、これベビーか？ベビーのことか？あれのことを教えれば頭下げずに済みそうだ。お金になるの？ビビって。え、なんで？なんかみんなから嫌われてるっぽいし、なんでだ？そのうちわかるのかな。これはなんだろう、お店かな。看板娘、エブ。いらっしゃいませ。あ、武器絶対欲しいじゃん。あ、持ってるね、この辺。あ、アイアンソード強くなるね。ロッ、いっぱいある。え、買うか。いろいろ買いました。あ、しかもこの人カードできるぞ。ちょっと久しぶりにカードゲームやるか。よろしく。私が勝ったら何か買ってくださいね。いや、もう買ったのよ、結構。結構買ったからね。いや、買ったけど。これなんかどんどんやってった方がいいのかな、カードは。お、お、なんだこれ。いい武器や防具を手に入れた後、すぐ装備変更されるのは考えものですよ。あ、そうだよね。アビリティを習得させてから変えた方がいいケースもあるんだよね。あ、
カードで遊んでますか？カードに書かれている最初の文字が攻撃力を表しているのじゃないかと思い始めました。3番目と4番目は防御力かしら。2番目はまだわかりません。あ、攻撃力なのあれって。ちょっともう一回やってみよう。まあちょっとカードもやれるときはやりつつ進んでいこうかな。で、お、なんだここ。お、中が見えそうだ。部屋を覗く。大丈夫？あ、ここも宿屋なの？まだ誰も戻ってないか。あ、なるほどね。部屋が見られるってことか。なるへそな。お、アクティブタイムイベント。お、ターマッコ。まだまだ頑張る。ターマッコ。高貴さがゼロ。お、ターマッコ。先ほどは妙な顔をされてしまったけど、今度はこの子と話をして普通の喋り方を覚えましょう。いらっしゃいませ。あの、ちょっとおしゃべりしませんか？おしゃべり？あ、なんて言えばいいのかしら。いや、ちょっとどんなもの売ってますかって。その、お、やっちゃん、今お客さんが来てるの。なんだよ、せっかくすんげえこと教えてやろうと思ったのに。すんげえ？私が仕事してるの見ればわかるでしょ。あの、私、いえ、私のことは気にしないでください。ぎこちない。普通の話し方を聞くいい機会だわ。そうだね、人の会話を聞いた方が勉強になるね。へへ、ごめんよ。ごめんよ。覚えたか？実はさ、ビビのこと言ってんのかな、今の。え、これ入ったら、ヤチャとガーネットいたりしない？いるー！ターマッコか。ちょっとガーネットって言っちゃうな。何か面白いものでもあるのかな？え、どう？ターマッコ。え？二人してキョロキョロしている。何この時間。え、気づかなかったの？え、ジタン？何見て？顔が赤いぜ。熱でもあるのかい？なんでもないわ。大丈夫よ。どうしたの？どうしたの？なんか妙だな。何？そうか。喋り方変えてるんだな。いい感じだぜ。ありがとう。いや、いいね。劇場亭の舞台もきちんと演じたでしょ？そうそう、あの時は。いや、ちょっとなんか、ルビー、なんだ、他の女と、一緒みたいに言いたくないな。嘘の上手い女と思ったけどな。嘘だなんて、随分な言い方。私、エイボン教のお芝居を大好きで全部見ていました。あの、君の小鳥になりたいは好きな作品の一つで、セリフは空で言えます、すご。話し方だってすぐに覚えてみせ。るわ。いや、治ってないの。そんなにポンポン怒らなくったって。悪かったよ。嘘って言われるの嫌なんだ。これからどうするかを決めるから、宿屋に戻っててくれないか？ジタン、あなたは？俺はビビとおっさんを探してくる。わかったわ。じゃあ、後でね。いいぜ。村の女の子っぽい感じだ。この調子なら国境越えもなんとかなるかも。ありがとう。楽しかったわ。あ、いやー、丁寧。またね、お友達になってる。